にちは、お疲れ様です。お邪魔します。皆さん暑い中お疲れ様ですね。こんにちは、ナビゲーターの芦崎真奈です。今月9月はあることを支援する月間なのですが、皆さん何を支援する月間なのかご存知ですか？そのあることとは障害者雇用支援です。障害者雇用支援月間は昭和23年8月のヘレン・ケラー女子の来日を機に、当時の労働省が9月1日から7日までの間、障害者の雇用促進運動を実施したことに始まります。その後、昭和38年から9月が障害者雇用促進月間、そして平成16年からは障害者雇用支援月間となりました。今回は横浜の障害者雇用の現状や障害者雇用促進のために尽力する企業などの取り組みについてナビゲートします。一定規模以上の民間企業には法定雇用率以上の障害者を雇用するよう法律で定められています。現在多くの企業で障害者が貴重な人材として働いていますが、まだまだは活躍の場が少ない状況です。障害者がその意欲と能力に応じて働くことができるよう、雇用の促進を図っていくことが必要です。今回は横浜市内で行われている様々な障害者雇用の取り組みをナビゲートします。遊覧船などが発着する新しい桟橋が横浜港の新港地区に誕生しました。11日に協業が始まった新港埠頭桟橋は、横浜港の観光遊覧船が発着する海の駅で、周辺の商業施設へ観光客を呼び込むほか、隣接するハンマーヘッドの客船ターミナルに到着した国内外の観光客を他の観光地へ誘導し、観光客の回遊性の向上やにぎわい創出につなげていく狙いです。浜ナビ、今回は横浜市内で行われている様々な障害者雇用の取り組みをナビゲート。まず最初にやってきたのは、保土ヶ谷区今井町にある株式会社大京製作所、金属部品のメッキ、塗装、研磨を行っている会社です。こちらではかなり早い時期から障害者雇用に取り組んでいらっしゃると伺ったんですが、うちで最初に雇用を始めたのが昭和34年、今から61年前ですね。たまたま先代の、高校の仲間が学校の先生やってまして、それは特殊学級でして、うちの生徒を使ってほしいという依頼があってお受けしたのが最初と。そこから今までずっと雇用を続けてらっしゃるんですね。最初うまくいかなければこれがなかったんでしょうけど、でもたまたまお受けした子が非常に1年2年3年っていくうちに、他の、働いている方々と遜色ないくらいに働きができたということで、あ、こういう子でもね、ある程度その時間と手間をかければ戦力になると、働けるんだということをその時分かったらしいですね。その後も継続的に雇用を続け、昭和43年には10名程度の知的障害者を採用したそうです。ある程度会社に入ってうまく自分に合えば、はい、その子が開花するということですよね。栗原会長に工場を案内していただきました。大きな機械がありますけど、これはどういうものなんですか？これはメッキの機械といいまして、亜鉛メッキなんですよ。こちらは金属部品に亜鉛メッキを施す大型の機械です。従来手作業だった作業を機械化し単純化しました。その結果、知的障害者の特性に向いた職場としたのです。一つの作業に長時間集中する能力は、人によって健常者をはるかにしのぐケースも少なくないんだとか。ここでは皆さんどういう作業をされてるんですか？ここですか？ここではですね、向こうでもって反対側で品物をかける、こちらでは品物を外す、はい、やる作業は非常にシンプルなんです。彼らが十分に働けるような
ね、産業環境を作ってやるということで。続いて案内されたのは電着塗装の工程。こちらはどういう工程なんですか？ここはですね、同じく耐食性、錆に強い処理の一つで、塗装なんですが、電気ですけど電着塗装という。電気？電気です。要は品物がマイナスで、塗料がプラス、プラマイでくっつける。ですから素材は電気を通すものであれば何でもできる。という優れものなんですよ。ここもかける、外すという工程は変わらない。だからやる仕事は非常にシンプルなんです。彼らで十分仕事ができるという仕事ですね。現在全社員数は58名、そのうち柔道を含む障害者が34名を占めています。60年以上に及ぶその取り組みから、横浜型地域貢献企業、神奈川障害者雇用推進企業、障害者雇用優良企業などに認定されています。障害者雇用についてどうお考えですか？やっぱり障害者も一人じゃダメ、複数じゃないと。なぜかというと、やっぱり仲間がいないと定着しない。仲間として支え合いながら働いていらっしゃるんですよね。そうですね。今までずっと来れたっていうのは、その子たちが仕事をね、与えられた仕事を真摯にちゃんとこなしていくと、そういうような流れがあるから雇用が今まで継続したということですよね。障害者雇用に長年にわたって尽力してきた大京製作所、特筆すべきは平均勤続年数です。健常者が 12.9 年に対し、障害者は 13.6 年。現在最年長は59歳。過去には67歳まで勤め上げた人もいたそうです。本人が望めば終身雇用が可能なのも大きな魅力です。実際に働いている方にお話を伺いました。萩原啓太さん、高校を卒業後、大京製作所に入社、現在8年目です。新しい製品が来た時とか、新しいものを外す時とかが、面白いなって思ったりとかして、楽しいなと思います。みんないい人たちで、はい、休日にたまに遊びに、はい、行ったりしています。萩原さんの作業を見守っているのはご両親です。お話を伺いました。非正規雇用とか問題になってますけど、そういう面でですね、正社員ということでは非常に安心しております。会社の中でやはり信頼されて、責任ある仕事を任せてもらえるような立場になってほしいというふうに思ってます。本人が望めばですね、やはり親としては、定年まで勤め上げてもらいたいと思っております。長年障害者雇用に積極的に取り組んできた栗原会長、印象深かった出来事は？本当にね、その子もね、柔道の子でね、なかなか仕事を覚えられなかったんですが、8年ぐらい経って一気にガラッと変わったっていうかね、塗装の吹き付け屋さんですけど、自分でもって配合から吹き付けしたのをまたラインに持っていくとかね、全部一人でやる。自分の与えられた仕事はもう本当に自分がきっちりやるという、もう職人ですよね。そういうお仕事ができるようになったということで、総理大臣表彰までいただいたというね、子もいましてね。ですからやはりうまく適職っていうかね、職が合えば、その子にとっては転職になると。誇らしいことですね。そうですね。今後の課題というのは、総理大臣表彰をいただいた子っていうのは60歳で定年になって66まで働いたわけですよ。で、他にも67歳まで働いたっていうね、女性もいるんですけど、はい、やはりそういう子たちばかりじゃない、やっぱり途中でリタイアする子がいるわけですね、もう40半ば50近くなるとね、体力的に落ちてくる。で、うちなんかの場合立ち作業の製造で立ち作業になりますんでね、どうしてもきつくなると。だから体力的に落ちて製造業でまたどこでもね働くのが非常に難しくなってきたらば、それは今度ワンクッションを置いて、今度福祉の方の世界でもって、今度は少しは楽をした仕事に変わっていけるようなね、流れができれば一番いいな。
まあこれは私が今後やっていきたいと思っていることなんですけどね、障害者の能力を高く評価し、60年以上にわたって雇用を守り続けてきた大京製作所。今や半数以上を障害者が占める、障害者と会社がウィンウィンの幸せな職場です。続いて足崎さんがやってきたのは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらはどういった職場でしょうか。はい、横浜夢工房というクッキー製造と商品開発を行っている事業所になります。クッキーを製造されてるんですね。中を案内していただけますか。はい、ちょうどクッキーを焼き始めた時間なので、いい匂いがすると思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ手洗いになります。はい、手洗いですね。一回やってみますので、水でまず流していただきます。はい、この後、石鹸を一回、石鹸こちらですね。はい、一回プッシュしていただいて、ここの手順、壁の方にも貼ってありますけれども、知的障害の方に分かりやすいように、いろんな名前がついてます。本当だ。狼のポーズとか、お願いのポーズとか。はい。この後、亀のポーズ。亀、この間ですね。食品製造の工房だけあって、衛生対策、コロナ対策も万全です。ここ、横浜夢工房は、総合人材サービス、パーソルグループの特例子会社であるパーソルサンクスという会社が運営する工房。雇用の創造、人々の成長、社会貢献を経営理念に、障害者に仕事を通じた活躍の場を提供しながら、社会的に自立してもらうことを最大の使命として活動している会社です。2006年に設立されたここ横浜夢工房も、そうした取り組みの一つ。現在113人の障害者が従業員として働いています。こちらはどういった工程になりますか。はい、ミキシングの工程になります。ミキシング、はい、原材料を計量して、生地を作る工程になります。なるほど。重量計で小麦粉、砂糖、マーガリンなどを量り、ミキサーで混ぜ合わせ、クッキーの生地を作る工程です。今ここにできているのはかぼちゃの生地になりますが、かぼちゃなんですね。だいたい5キロから6キロの生地が出来上がりまして、それの異物確認を今してますけども、異物確認をして OK だったものは小分けにして次の工程に回すという流れになっています。なるほど、はい、こちらは型抜きですか。はい、型抜きの工程になります。生地が出来上がりますと、小分けにされたものがこの部屋にやってきまして、こちら側にあるパイローラーという機械で5ミリの厚さに伸ばします。伸ばしたものを1枚ずつ型抜きをしていきます。なるほど。生地は、できるだけ1回伸ばした状態でたくさん抜けた方がいいので、隙間なく抜くというところで、ここがですね、腕の見せ所というか、皆さん職人技で、多い方だと1枚から100枚近く抜かれる方もいます。この生地1枚から、でも確かに隙間なくこう丁寧に作業されてますね、そうか。これチョコレートですか。これはココアの生地、ね、ココア、へえ、美味しそう、型抜きの次はいよいよオーブンを使った焼きの工程です。もうね、すごいいい香りがしますね、甘い匂いが。失礼します、たくさん、ちょうど今焼き上がってるところですね。いい匂い、こちらで焼いてるんですか。はい、石窯式のオーブンになりまして、160度から170度でだいたい20分から30分、焼いて焼き上げています。その日の温度とか湿度によって調整時間を調整しないと、焼きすぎてしまったりだとか生焼けになってしまうので、その辺をですね、職人の勘ですよね、ここで担当しているのも障害のある方なんですけども、皆さんその日の温度だとか室温で調整しながらですね、やっていただいております。わー、すごい。もうクッキーの美味しさに関わる大事な、そうですね、工程ですね、こちらの工房の特徴を教えてください。はい、ポイント2つありまして、1つ目は得意なことを生かして苦手なことはお互いに支え合うという分業体制をとっています。で、障害のある方は、いろんな特性をお持ちなので、
その方によって得意なことが変わっていきます。なので先ほど見ていただいた型抜きの工程では一日中型抜きをしている方がいらっしゃいますし、こちらの工程では一日中洗い物をすることを仕事にしている方もいらっしゃいます。はい、そういった形でご本人の得意なことを生かしていただくっていう形ですね。さらにその中でもですね、全体を見ることが得意な方についてはいわゆる作業メンバーから入社をされて、その後指導スタッフ側に昇格された方も今お二人いらっしゃいます。二つ目のポイントは地域との連携をベースにした定着支援。社員が安心して働くための暮らしのサポートにつなげる一時窓口として地域の各団体などとの連携、情報共有を積極的に行っています。実際に働いている方は、僕たちは政経班の仕事をやっています。楽しいです、本当に。今は7年目になります。オーブンで反転してまたひっくり返す仕事とか放送班のお仕事をしています。で今はクッキーの詰めをやってました。一緒に働いている仲間はどんな人たちですか？優しい人です。ちなみに横浜夢工房のクッキーの最大の特徴は障害者が作っているクッキーではありません。最大の特徴はその味。日本を代表する料理研究家でショコラティエールの斉藤美穂さんのレシピをもとに作られている横浜夢工房のクッキーは2017年にモンドセレクション金賞を受賞した絶品クッキーでもあるんです。皆さんが作ったクッキーを食べさせていただくことできますか？はい、どうぞ。やってください。うわ、たくさんあるんですね、種類がね。はい、おすすめどれでしょうか？そうですね、それでは先ほど作っていたココアのクッキーなんかいかがでしょうか？ああ、まさに。ではこの先ほど作っているところを見たココア味をいただきたいと思います。ではいただきます。おいしい。優しい甘さとココアの香りが広がりますね。そうやって食べていただいた方に育っていただ、言っていただけると中で働くメンバーのとっても励みになるかと思います。ありがとうございます。また皆さんが一つ一つすごく丁寧に作っている工程を見たからこそ余計に美味しく感じます。一枚一枚に心がこもってますので、はい、そう言っていただけて本当に嬉しいと思います。横浜夢工房のクッキーはご覧の場所で購入することができます。ぜひ一度ご賞味あれ。ここまで紹介してきた会社はいずれも社員として働く職場でした。ただ障害は人それぞれ、毎日長時間働ける人ばかりではないんです。そんな方たちの受け皿として今年始動したのがこちら、就労継続支援 B 型事業所エキープです。就労継続支援 B 型事業所エキープ。エキープとは仲間に会える居場所という意味。ここで基本的な質問。就労継続支援 B 型事業所って一体何？障害のある方に向けて一般就労がちょっと難しい方に福祉的支援を受けながら就労をしていただくという場所になります。雇用契約は結ばないんですけれども、工賃という形で賃金を支払いするような仕組みですね。ということはこう週5日フルタイムという縛りなどはなく、はい、柔軟性があるということ。そうですね、うちにいらしている利用者さんでももう週に1回2回の方もいらっしゃれば2時間しかちょっと仕事できませんという方もいらっしゃいますけれども、まあ、そういう方でも福祉的に受け入れていこうというような形でやっております。閑静な住宅街の一軒家を借り受け、1階にカフェ、2階に作業所があり、それぞれ障害者が作業をしています。長年アパレル業界で活躍してきた藤岡さん、なぜ畑違いの事業に取り組んだのでしょうか？息子が知的障害で、それもあっていろいろ勉強していく中でこういう
事業所が必要だなというのを痛感していまして、早めに退職してこういう事業をスタートしようというような形で考えました。息子さんはただ一般企業に就職されているそうですね。今年の4月に高等特別支援学校を卒業しまして、一般企業に就職しております。では息子さんのためにこの場をという意味ではないということですか？そうですね、みんなの居場所を作りたいなっていうのは最初にございまして、それと自分たちが子育てしていく中で情報が非常に少なかったんですね。そういう情報の発信ができる場所みたいな形を作りたいなと思って、それでカフェにこだわって作っていってます。自分たちと同じように悩む家族のためにと3年前に早期退職をし、福祉の資格などを取得、この施設立ち上げの準備を進めてきました。全国平均の月収が1万6000円前後という B 型事業所の現実を変えるために、きちんとした対価を支払える新しい形を模索しています。その試みの一つが、長年携わってきたアパレル関連の仕事。今こちらでは皆さんどんな作業をされているんですか？今マスクを作っています。皆さんがつけてらっしゃる素敵なマスク、はい、この素敵なマスクを作っておりますこれどういったこだわりがあるんですか？障害がある方が作ってるから買ってくださいっていうのではなくて、すごいこのマスク素敵ですよね、素敵ですってよく言われるんですけども、うん、実は障害がある方もご一緒に作っていただいてるマスクなんですっていうことを後付けで言いたいマスクにしたいなと思って。そう、このマスク機能的でおしゃれ、かつ税込み500円という価格で生産が間に合わないほど人気を呼んでいるマスクなんです。裏側がこういうタオル地になってるんです。冷感タオルを使ってますので、生地も実は私と主人が元アパレルっていうのもあって、かなり生地にもうるさくって、素材もものすごくこだわってます。私たちの最終目的である皆さんへの工賃を上げられるっていうことにつながるかなと思って作ってますので。今大人気で製造が追いつかないというエキープオリジナル冷感マスクを番組をご覧の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の後半で。この事業を立ち上げたことで、障害のある方の、働くということの選択肢が一つ増えましたよね。そうですね、選択肢が広がるというのが一番大事なことだと思うんですね。今まではちょっとそういう事業所が少なかったもんですから、学校を卒業して選ぶ余地があまりなかったという現状がありました。ですので、自分にとってここが合ってるのかなとかいう自分で判断できる材料が多ければ多いほどいいんじゃないかなというふうに思っております。利用者のお母さんにお話を伺いました。娘が利用してまして、私はこちらでボランティアをさせていただいてます。この施設の良いところはアットホームな雰囲気、障害のことをいろいろ勉強できるし、情報交換できることです。エキープの特色っていうのはたくさんいろんなことができるんですよ。カフェに来たければカフェでお仕事をすることもできる。で、人が苦手な人はちょっと上の作業所でマスクを作ることもできる。で、やっぱり最初ミシンも踏めなかった利用者さんが今は来たがってもいなかったのにミシンを踏めるようになってから、目の色がどん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 変わっていって、その終わりの時間になるともう帰りたくないっていうんですね。新しい方が見えると、この方にはどういう可能性があるのかなってこうおしゃべりしながら考えるのが今もう毎日毎日すごく楽しいです。カフェは障害がある方だけではなく、老若男女の居場所にしたいという藤岡さんです。今回は障害者雇用支援月間にちなんで、横浜の障害者雇用の現場をご紹介してきました。60年以上も積極的に障害者雇用に取り組んできた企業、地域や行政と連携しながら障害者雇用の問題解決に取り組む企業、そして自分たちと同じように悩む家族のためにと事業所を立ち上げ活動している人、
さまざまな人が問題解決のためにさまざまな取り組みに携わっていることを知りました。これからもさらに障害者雇用の選択肢が増えて、すべての人が暮らしやすい横浜にしていきたいですね。